問い8のですね、免許人が無線局の運用を許容時間、周波数または空中戦力の制限を受けることがある場合はどれかとですね、これいわゆる指定事項の制限なんですけどね、これはあの電波法にですね、電波法に基づくですね、命令ですね、に違反ですね、違反して、まあ、運用したと。まあ、例えばですね、この許容時間はオーバーして、ね、出たんで、まあ、空中電力の制限を受けたとにもかかわらずですね、以前と同じような空中電力のですね、電波発射したというような場合はこれですね、命令に違反したということですから、まあ、一番きついときはですね、取り消しになるんですね、免許の取り上げになります。はい、これ1番が該当。